どうも、ブルーンビューティーバーの小西裕之です。今回もトータルビューティーサロンやっていて、お客様から聞かれる質問にこちらでも答えていこうと思います。今回は美容院と床屋って何が違うんですかというご質問ですね。美容院と床屋で、床屋は理容室ですね。これはまず資格が違って、美容学校に行って美容師の資格免許を取るのと、その理容室に理容学校に行って理容室の資格と免許を取るっていう、資格と免許は同じですね。理容師と美容師で、その違いは顔剃りですね。一番大きなものは、理容師だけ顔剃りができるんですよ。なので床屋に行くと大体カットに顔剃りがついてるんですけど、そういった形で顔剃りもしてもらいたいっていう人が行ったらいいかなと思いますね。結構僕も小学校とかの時は床屋さんで切ってたんですけど、子供にもそこは顔剃りやってくれるんですけど、なんかちょっと剃ってるのに気持ちいいんですよね。でなんか終わった後いい香りがするし、すごいつるっとした感じがして、もう子供でもなんかちょっと気に入っちゃったぐらいな感じで、なんかあるんです。やっぱ顔剃りはいいんですね。で男だけじゃなくても、最近その女性向けの顔剃りっていうのもやってるところもちょっと増えてきてるらしくて、それはなんか女性向けらしいです。でその顔剃りがついてるかついてないかっていうのが違いですね。美容室は顔剃りできないんで、やっちゃダメなんで。でもう一つ僕が違うなって思うのが、その感性の違いというか、その床屋って基本その男の人がお客さんで来ることが多いから、その男性向けスタイルっていうのがちょっとその男らしいというか、結構刈り上げとかも多いようなスタイルが結構王道なんですね、向こうは。なんかそういう、なんか例えば僕思うのは、日本サッカー代表とかの吉田選手とか、そういうなんかビシッとこう紳士的な髪型というか、刈り上げをビシッと決めて、でジェルでちょっと固めて流すみたいなの結構よく多いなって思うんですけど、美容室って逆にちょっとなんかジャニーズ系というか、ちょっと今時っぽい髪型を作るのがうまい傾向にあると思いますね。それはやっぱ女性向けにお客さんがメインで来てるところも多くて、そういったちょっと女性に受けがいい髪型、ちょっとジャニーズっぽい、さっき言ったようなふわっとしたとか、結構束感があってツンツンして、ちょっとアイロンでもストレートアイロンで毛束の動きを散らして作るとか、そういったような今時っぽい感じのスタイルになるんで、そこはもう使い分けたらいいと思いますね。それも別に床屋だからそういうジャニーズ系が作れないってわけじゃないんで、傾向なんで、結局美容師によってね、腕が違うから、そういうのが得意な美容師とか理容師とか違ってくると思うんですけど、一つ目はその顔剃りがついてるかついてないか、そこははっきりしてますね。で、二つ目のその感性的な部分では、女性受けがいい、女性受けがいいって言って難しいですね。女性っぽい雰囲気、柔らかい雰囲気って感じですね。もうジャニーズっぽいって思ってればいいと思うんですね。それはやっぱり美容室の方が絶対にいいと思いますんで、その違いを参考にしていただいて、選んでもらったらいいかなと思いますんで、参考になっていただけたら嬉しいです。こういった形で相談がある方や、ちょっとこれ聞いてるという方がいらっしゃれば、できれば年代や性別も書いてコメントしてみてください。それではブルーンビューティーバーの小西裕之でした。